皆さんこんにちは。最近欅坂46の平手友梨奈さんが、ガメラ3当時の平坂綾奈さんを演じた前田愛ちゃんにちょっと似てるかななんて思ってる谷山亮です。先日か、ガメラ3トークというのをね、させていただいたんですけども、およそ100分にわたりね、有村あるさんをゲストに迎えて、ガメラについての熱い思いをね語ったのですが、それでは語りきれずに、その後約30分程度の補足トークをねしまして、もう合計2時間10分にわたりね、もうガメラについて語り尽くして、ガメラという作品がね私の人生においてどれだけ影響を与えたかというのをね、散々に語ったわけですが、詳しくは、この谷山キネマのチャンネルにあるガメラ3トークと補足トークの方をご参照ください。そして今回はね、ガメラ3のグッズ紹介なんですけども、いや一体どこまでガメラネタを引っ張るんだいとねいうねことかと思うんですけどもね、いや先日のねトークするためにね、いろいろとなんか資料にならないかなと思って、本何冊か持ってたはずと思ってね、ちょっとね探してたんですが、ちょっとね何冊かどころじゃなくて、どえらい量のね資料が出てきまして、動画の中でもいくらかはね紹介させていただいたんですけども、実はねあんなもんじゃなくてね、凄まじい量のね書籍とかなんとか CD からまがたまから出てきましてね、いやこれはちょっと動画で紹介するしかないなと思いまして、ちょっと紹介させていただこうかと思います。まずこちらが、ガメラ3絵コンテ集。補足トークでも少し語りましたが、こちらのね、絵コンテが、樋口真嗣監督の絵コンテに、私は自分が絵を描くときに、ね、一番影響を受けたものというのがね、こちらの絵コンテ集とね、なっていて、こういう戦闘シーンなどもありのですね、これね、イリスとアヤナとかね、この辺。なんかこんな感じ、ね。結構人物を描く際の影響を、この樋口監督の絵コンテから、受けております。ね、はい。当時、かなり何度も読み返しました。これはガメラ3というより平成ガメラ3部作の、サントラですね。各こう3部作のね音楽 BGM や主題歌などが入っておりまして、こちらもね、中学から高校にかけてぐらいかなり何度も、作業をする時などにね、聴いておりました。これが、ガメラ3上映時の、映画館で売ってたパンフレットですね。はい。懐かしい。これ、実はね、かなりボロボロで、ちょっと破れちゃったりね、してるんですけども、っていうのもですね、これ一時期買ってきてからも本当毎日のようにね、暇があれば読んでたんでね、そのせいでちょっとかなりボロボロです。ちょっと保存状態はあまりよろしくないです。前田愛 in ガメラ3、これね主演の平坂綾奈役を演じた前田愛さんの写真集ですね。私アイドルの写真集を買ったのはこれが最初で、前田愛さんだけですね。可愛らしいね、こう。いいですね。結構端末に撮影時のインタビューとかも載っててね、結構改めて読んだりするとすごいおって思ったりします。冒頭でね少し欅坂46の平手友梨奈さんがちょっとねこの頃の、前田愛さんに似てるんじゃないかってね軽く言いましたけども、何て言うんですかね、髪型とかもねあるんですけど、このね作中で見せるみたいなちょっとこの眼光鋭い感じがね、そういう雰囲気が似てるかなってね思うんですよ。ね、平手友梨奈さんもねこの睨み芸って言われるこのカッとね目力ある睨むような感じをね表情をよくされる方で。まあ、この頃のね前田愛さんも、まあ、ガメラなんかはまあこう憎しみの怨念のこもった目をよく見せるキャラクターですし、その後ねバトルロワイヤル2とかでもねそういう感じの役柄を演じてらっしゃったんで、なんていうんですかね、私はこの眼光鋭いね女子が好きなんですよ。まあ、前田愛さんの平坂綾菜とか北野詩織とか、まあ、平手友梨奈さんとか有村あるるさんとか。カメラ3、ビジュアル大図鑑、まあ、これよくね映画の怪獣映画の、ね、公開当時にある、まあまあ、メイキングとか怪獣の設定が載ってる、まあ、怪獣映画上映した時にね大体出される本です。ガメラ3イリス覚醒超全集、まあ、これもね、まあ、まあ怪獣映画が上映された時に出る超全集の類ですね。イリスとかギャオスハイパーとか身長体重などのプロフィールなどは写真付きで載っております。画像アニメと実写の画像探求マガジン、ガメラ3をめぐって、こちらもね前田愛さん表紙ですね。素敵ですね。ガメラ以外にもね、ちょっと特撮関連載ってて。樋口真嗣監督も、こちらね、インタビュー出てますね。若いなぁ。この頃はまだ、確か若手のね、新星みたいな感じでしたね。今はもう特撮界の大御所ですけどね、樋口さんも。ガメラ3、バニシングブックですけども、これちょっと、貴重かは分かんないんですけど、確かね普通に本屋に売ってなくてわざわざ発注してもらったんだったかな。このイラストの表紙の、まあ、中身はこうよくある感じのこう、まあ本編の解説、怪獣の解説、まあ、監督役者へのインタビュー、設定画とか、あとなんかいろんなイラストレーターさんからのガメラ3のイラストみたいなのがね載ってたりします。そうですね、私は結構この巻末のすごいいろいろみんなが描いたガメラが載ってるこれね、この感じ好きです。こちらはガメラ3のLD ボックスレーザーディスクですが、まあこれねなかなかの問題の品でしてね、何がってね、私LD レーザーディスクの再生機器を持っていないんですよね、当時も今も。この箱のデザイン、これもイラストですけどね、すげえ見てかっこいいし綺麗だしてね、これすげえ気に入っちょっとね、すごいと思ってね気に入っちゃってね、衝動買いしちゃいました。あとなんかね特典映像とかがねすごいなんか気になるのがあったんですけどね、まあ、ただ再生できないので未だまだ特典映像とか見てないです。誰か、レーザーディスク持ってる方おられたら一緒に見ましょう。なんかこういうねカードとか劇中で出てきた渋谷がガメラに破壊された時の新聞のあれですね、コピーですね。れはね、ガメラパーフェクトボックスって言ってね、もうこれもね、結構問題の品というか、確かね、これね、正確な値段忘れたんですけどね、2万ぐらいしたガメラのすごい、なんか資料集とか、資料とかインタビューとか写真とかすごいね、まとめた、分厚いね、もうワン、ツー、スリー全部載ってるボックスです。限定何個生産とかね、確かそんなんだったと思うんですけども、まあ思い切って買ったなと思いますよ。当時中学2年ぐらいですからね。いやでもね、買って後悔はしてないです。これかなり読み込みましたからね。なんでこれも結構ね、ボロボロです。イリスの勾玉です。これも公開当時ね、劇場で買ったんですけどね。まあ私がね、綾菜さんのような美少女だったら首からアクセサリーとして下げたりもしたんですけどもね、まあちょっとね、リアル中二病をこじらせたただの中学2年生だったんでね、まあ首から下げることはなかったんですけども、机の中でずっと眠っていたんですけども、まさか公開から18年ぐらい経ってからね、若い女子の首にこれを下げてもらう日が来るとはね、思っていなかったので、当時の俺、これ捨てずに取っといてよかったねっていうね。これね、3の勾玉は持ってるけど、1の勾玉もね、上映当時売ってたけど、その時は小学生だったんでね、1の勾玉は持ってないんですよね。これちょっと悲しいな。あさぎちゃんのやつも欲しかったな、どうせなら。ここからはね、ちょっとグッズとは違うんですが、ある意味グッズ以上にちょっとね、問題のある代物かと思うんですけども、補足ラジオの中でね、少し語りましたが、当時ね、ガメラ3のね、ホームページをね、すごい巡ってて、それでね、全部印刷してね、撮ってあったんですけどもね、それ出てきましてね、なんかもう本当に、オフィシャルサイトとかじゃなくて、個人サイトとか、こういうイラストとかね、この人の描く絵すごい好きだったんだよな。これね、いろんな方が描いたね、イラストとか、こういうの全部保存して、あ、かわいい、かわいい、このガメラとイリス。懐かしい。保存していたという、ね。あ、長峰さんとギャオス。いや、多分。これね、テキストとかもね、個人サイトのレビューとかもね、いや、すごい好きだったところはね、印刷して全部ね、こうやって撮ってやったんですけどね。まあ今はほとんどのサイトがね、閉鎖しちゃってますね。まあもう20年近く前なんでね、しゃあないっちゃしゃあないんですけど、多分これ書いてた人たちからしたら、いや、もう捨ててくれっていうようなね、人もいらっしゃるかなと思うんですけどもね。捨てないよ。もうね、永久保存です。人様の絵もですけど、自分が描いた絵とかも出てきてね、これ多分ね、高校ぐらいの時かな、パソコンで描き始めたばっかりの時に描いたイリスとアヤナです。まあよっぽど好きだったんだろうなっていうね。まあね、これもイリスとアヤナ、これ線画、ガメラとアサギちゃんとイリスとアヤナとかね、こんなんばっか描いてましたね。以上が、私の持っていたガメラ3の、グッズなどですが、総額いくらだこれってね、思いながらね、中学ぐらいの俺、よくそんな金持ってたなとか、いやいや、まあでもね、当時ね、もう記憶はね、もうね、20年近く前なんでね、曖昧ですけども、かなりね、まあもうガメラ熱が強かったのは覚えております、今でも。そしてね、まさかガメラ3についてこんなね、YouTube とかで熱く語る日がね、また来るとは思ってもいませんでしたが、多分ね、これ、もしかしたらね、もっと探したらもっと他にも出てくるかもしれないです。あとね、これゴジラとかもね、ゴジラのね、本とかグッズもね、すごいいっぱい出てきたんでね、まあまた、機会があったら紹介させていただけたらなとかって思っております。ではでは皆様、また。ガメラじゃないけど、先ほどね、前田愛さんの写真集、前田愛 in ガメラ3、こちら、前田愛 in バトルロワイヤル2。まあね、バトルロワイヤルも、ガメラとは違うベクトルで、私の人生を語る上でね、外せない作品なので、そうですね、また単独でね、語らせていただくかと思うんですけども、でね、このバトルロワイヤル、まあ、バトルロワイヤル上映して、で、バトルロワイヤル2でメインヒロインが前田愛さんって聞いたときはね、うわーってね、めちゃくちゃテンション上がりましたね。まさにちょっとバトロワっぽい感じで、藤原竜也君と。いや、藤原竜也君も好きなんですよ。あ、すぐ。めっちゃ美しくないですかね。すみませんね、なんかすごい美しいです、素敵です。銃の似合う女子はいい。バトルロワイヤルについてもまた後日特集組んで語らせていただこうかと思います。ではでは。